皆さんこんにちは、フルートのさとみんです。今回は時には昔の話をを演奏してみました。動画を見ながら演奏してくださる方もたくさんいらっしゃるかなと思って、今回はワンポイントレッスンをしたいと思います。このように A4 サイズ2枚の楽譜が概要欄のリンクから購入できるようになっています。もちろん購入しなくても吹けるように動画には楽譜をつけておりますので、どちらか好きな方でご覧いただければと思います。時には昔の話をについて2つのアドバイスをしたいと思います。まず1つ目は16分音符にしっかり息を入れましょうということです。よくやってしまいがちなのが、無意識のうちにこの四分音符を強調して吹いてしまうっていうことですね。タタ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 タ、こんな感じです。どうしても長い音符に息を入れやすいというのもあるので、意識しないとちょっとおかしな
演奏になってしまいます。っていうのも歌詞を見ていただいたらわかるんですけど、時には昔の話をしようかなど、ほとんどが助詞なんですね。この助詞って別に強調する意味はないですよね。それよりもこの16部に当てはまる時には昔の話をしようか、この日本語の方が大事ですよね。っていうこともあって、私は16分音符をしっかりめに吹く、意識して吹くっていうのが大事かなと思います。歌の場合、この16分に当てはまるところがぼやけていると何を言っているかわからなくなるので、演奏上も同じかなと思います。意識して16分をしっかり吹いて、なるべく四分音符はちょっと抜く感じでいいと思います。書いてはないですけど、このようにデクレッシェンド、ちょっと抜いていくイメージで吹くといいかなと思います。2つ目のワンポイントアドバイスは、替え指についてのアドバイスです。中間部でドのシャープが出てきます。このドのシャープっていうのは、結構癖者で注意されたことのあるっていう方も多いかなと思いますが、このレからドって嫌な指使いですよね。ドのシャープは持ち方的にも不安定になってしまいます。そしてどうしてもピッチが上がりやすいので、ここは注意してほしい音になっています。そこで、提案するのが替え指を使うということです。これは知ってる人も多いかもしれませんが、レからドのシャープに行くときに右手はそのままで左手の中指と薬指を離して、レドレドレドレ、こうやって吹く替え指があります。これだと右手はそのまま置いておけるので割と安定して吹くことができます。もちろん正規の指はこちらなので、それで音程も問題なく吹けるっていう方は正規の指で吹いた方がいいと思いますが、まあ、無理してここは正規の指にしなくても音程だけじゃなくて連結もうまくいきやすいので、この替え指を使うことをおすすめします。よかったら参考にしてみてください。